輸送されたのは宮城県石巻市で今朝水揚げされたばかりのマダイやホヤなどおよそ140キロです。この取り組みは JR 東日本が新型コロナの影響で空席が増える中、客席を有効活用しようと試験的に始めたサービスで、客席を使って運ぶのは初めてです。新幹線で届いた魚はこちら東京駅構内にある回転寿司店で提供されます。ピチピチです。コリコリした感じの、 食感はするので、すごい新鮮なんだなと思います。 JR 東日本は今後も実証実験を進めた上でサービス化を検討するとしています。